そうだ、引っ越そう。え？いきなり何言い出すのよ。そんな急に。お兄ちゃんテレビ見えないよ。お父さん、お願いだからちゃんと順を追って説明して。転勤でも決まったの？引っ越すとしたらどこに？いつ頃なの？んなことは知らん。今決めた。本当にもう、引っ越しの段取りは親戚のおじさんにやってもらったからね。来月には引っ越しよ。やったー、引っ越した。え、冗談じゃなかったの？本当に引っ越すの？言い出したらお父さん聞かないでしょ。嘘じゃないんだ。お、小学校の入学式か。あの時は桜が綺麗だったな。あ、こっちの教科書は算数。掛け算の九九、割り算分数、懐かしいな。どう、荷造りは済んだ？え、なんとか順調だよ。そんなことじゃいつまで経っても終わらないわよ。いや、でもどこに出たか忘れちゃいけないし、一つ一つ確認してリストを作ろうと思って。いいからやる。はい。よし。こっちは荷造り終わったの？うん、もう終わり。はいはい、一からやり直しね。お母さん手伝ってよ。自分でやりなさい。うるさいな。朝から何揉めてんだ。お父さんからも言ってあげてよ。この子たちちっとも準備が進まなくて。うん、面倒だし引っ越しやめよ。あら、そう。じゃあ私たち3人で引っ越すから。あ、いや、俺も連れてって。おはようございます。おはようございます。はい、おはよう。あ、先生、おはようございます。おはようございます。おはようございます。はい、おはよう。おはようございます。はい、おはよう。おはようございます。おはようございます。おはようございます。あ、大丈夫ですか？本当に？大好きな先生の前であんな格好、もう顔を合わせられません。それでも、おはようございます。はい、おはよう。大丈夫ですか？あ、大変です、救急車。恥ずかしすぎる。もうダメ、このまま死んだふりしてよ。おはようございます。おはようございます。大丈夫ですか？ありがとうございます。あなたは昨日の。おはようございます。そりゃ問題だな。職員会議だ。痛い。おはようございます。おはようございます。はい、おはよう。大丈夫。はっ、やった。大丈夫ですね。身軽だな。約束の時間までわずかだぞ。日が沈むまでに B 型くんが帰らなければお前を処刑することになる。分かっています。ですが彼は必ず帰ってきます。君はそう言うだろうね。戻ってくるのは難しいと思うぞ。なんてジャッジ暴虐な。俺は激怒した。3日だけくれ。代わりに無理の親友を人質にしてくれ。B 型くんのやつ昨日は宴だったんだよね。そんな、それは知ってるだろう。彼は妹の結婚式のために帰ったんだ。 B 型くんの妹か。俺の妹だ。こいつだけは幸せにしてやりたい。お兄ちゃん嬉しいわ。だけど私は今のままでも幸せなんだから。 A 型くんやはり信用してないんだろう。彼はいつも約束破っているだろう。今頃道草食っているんじゃないの。お、なんか見たことないバッタだ。なんだ、普通のバッタか。おお、でも私は彼を信じます。真実味がないんだよ。そう思いたいのはわかるがな。信じてる自分に酔ってるだけじゃないの。そんなことはありません。性格だけが人間じゃありません。確かに彼は日和見的で飽きっぽく怒りっぽく欠点もたくさんある男です。ですが私とカリンが竹馬の友として培った何にも買い難い勘です。勘？勘っていけませんか。王様が私たちの何を知ってるんですか。3日前私が王宮に呼び出された時の彼の顔、声、動き、私は即答しましたよ。私に任せてと。ん？映画だ。我々の負けだね。シャワーで気分転換する A 型ちゃん。もういつまでシャワー浴びてんのよ。代わりだよ。
聞いてるの？早く出てよ。シャワー中は自分の時間、プライベートな空間を絶対に譲らない AB 型ちゃん。だいぶ前鋸筋が切れてきたな。あとはバルクか。もう少し体焼いておかないと。まだだよ、早く出てよ。待て待て、まだ俺の僧帽筋が。一度興味を持つと他のことが見えなくなって一人で盛り上がる B 型くん。いいね。シャワー中にエッチなことを考えてしまう大型くん。これからこの部屋を共同で使うことになります。よろしくお願いします。はい、よろしく。うん、無事終わったよ。うん、大丈夫大丈夫、分かってる。はい。皆さんちょっといいですか？ん？言いたいことは分かってるよ。何何？A型ちゃんのプリンを食べたのは B 型ちゃんです。私のプリン B 型ちゃんだったんだ。じゃなくてこの部屋のありさまでしょ。そうです、さすがに汚すぎますよ。確かに汚いね。いや、全部 O 型ちゃんと B 型ちゃんのせいだし。この生乾きの匂い、O 型ちゃんでしょ。あと鼻の水替えしてないよね。 B 型ちゃんの箱、ゴミしか入ってないし。それにこの部屋何かいるよ。え、それ私のせいじゃないよね。あれ、B 型ちゃんは。これプリンを買いに行ってきます。はあ、私も行きたかったな。それ、今やること。一生片付く気がしないです。あなたは片付けしていますか？そして後半も新作だよ。無人島でしょうか。どうすれば。お、釣り針。よし、まずは食料を確保。これからを心配して一日でも長く生き延びる方法を考える A 型くん。ふんふんふん、ヤシの実いっぱいあんな。無人島であろうとすぐ順応して伸び伸び生きていく B 型くん。この島の植物は亜熱帯気候の様相を呈しつつ高度を上げるほど温帯の照葉樹林に変わっていくのか。あれは新種かもしれない。ソックスを離れてこういう生活も悪くないね。無人島でもマイペースに自分の探求心を満たしていく AB 型くん。
よし、これで今夜の晩飯は確保したかな。ね、すごいでしょ、ロビンさん。こんな大物がいるなら一人でも生きていけるよね。え、一人じゃないって？あ、ごめんごめん。生存本能の強い大型くんは無人島で生き延びるのは簡単。ただし物でもいいので仲間が必要。あー、ロビンソン、待って！どこ行くの？